余裕が、あるいは余裕を与えているいわくの思う通りになっているような気がしますね。ほう、やはり岩国としては昨日の準決勝100分間という熱い戦い、少しでも体力は温存して後半に行きたいところ、ベストメンバーで臨んでいます。右足打っていったが、まだ右サイド、村田からクロスボール、ディフェンダークリアです。9番の松岡が岩国走り込んでいきますが、ボールキープはまだ多々良学園。ディフェンダー抜いて左足、大きく外れていきました。ゴールキックに変わります。このボールをもう本当8対2、7対3ぐらいの割合でタタラがボールキープなんですが、点が取れない、後半に大きく響くかもしれませんね。そうですね、やっぱり。さあ西本ボールキープ、左足、振り返ったところはゴールの向こう側、仁王立ちであります。西本左足、前半の37分1対1同点。ゴールキーパー反応しましたが、河村直樹弾いて振り返ったのはゴールの向こう側、これですね。天木さん、そうですね、これがありますから、もしかしたらただは早く点が欲しかったと思うんですが、ね、これがあるから怖いんです。まあ振り出しというふうに考えればあれですから、相手が強ければ強いほど燃えるという15番大黒柱西本、左足一点、1対1同点になりました。山口県大会の決勝戦、今度は右足、タタラの右足はゴールキーパー正面でした。